本望テルオは、日本の政治家。鹿児島県南薩摩市長。元鹿児島県議会議員。元加瀬田市議会議員。鹿児島県坊野津町出身。成果は、未完農家。1974年3月、鹿児島県立加瀬田農業高等学校卒業。1975年3月、農林水産省常緑果樹農業研修省終了。同年4月、 加瀬田市農業共同組合に就職。1977年12月、同組合を退職。1982年7月、加瀬田市議会議員に就任。計3回当選。1991年4月、鹿児島県議会議員に就任。2005年11月7日、加瀬田市、笠佐町、大浦町、野津町、金峰町の一市四町が合併し、 南薩摩市が誕生する。2007年の県議選は南薩摩市選挙区から出馬、5回目の当選を果たす。2009年11月15日に行われた南薩摩市長選挙に無所属で出馬。民主党と国民新党の推薦を受けた元笠佐町長,長の中尾小作を破り、初当選した。11月27日、市長就任。 2013年の市長選で前回争った中尾翔作を再び破り2戦。2017年の市長選で中尾翔作を三度び破り3戦。ありがとうございます。